エヴァ・ファルナは、チェコ共和国生まれのポーランド人の、ポップロックシンガーソングライターである。彼女は、チェコ共和国における少数民族である、ポーランド人として、地熱にて誕生した。ファルナはチェコ語の詩で3枚のアルバムをリリース。これらアルバムは、チェコ共和国でプラチナムを獲得している。後に、ファルナはポーランド語の詩で、再び同アルバムをレコーディングしてリリースしている。彼女は、 チェコ共和国における最も若くして商業的に成功したシンガーである。2010年、アメリカ合衆国のティーン・チョイス・アワードで英語の曲をパフォーマンスした。エヴァ・ファルナ1993年8月12日、チェコ共和国北東部、モラビアスレスコ州のシレジア地域にある地熱にて誕生した。ルター派に所属していたポーランド人家庭であった。弟のアダム。 妹のマグダレンがいる。子供の頃はベンドラインにあるポーランド人初等学校に通いアートスクールにて約5年間ピアノを学びダンススクールにも通った。11歳の頃チェコのモラビアで開催されたソングコンテストで優勝。その後ソーズネビッツで行われた欧州青年祭エワーツーのソングコンテストでも優勝。人々の注目を引きつけた。彼女は 音楽プロデューサーで作曲家かつ作詞家のレシェックランカにより見出された。2006年11月6日、13歳の時にデビューアルバムである MLSM ベベック RD をリリースチェコとスロバキアで売れプラチナムを獲得している。このアルバムは多くの権威ある賞を受賞している。2007年10月1日、セカンドアルバムであるチチョをリリースチェコで最高。 第2位を記録し、プラチナムを獲得した。2007年11月9日にはポーランド語版のデビューアルバムであるサムナサムをリリースした。ツアー後の2008年にリリースされたコンサート DVD である BLKHVZD メートルはチェコで2008年度の音楽 DVD における分野では最も好調な売り上げを達成した。2009年初頭。 ポーランド語版のセカンドアルバムシッコをリリースした。2009年10月26日、アルバムバーチェルニーをリリースした。2009年、バッドバーチェルニーと題したツアーは、チェコのブルノで2009年11月3日からスタートして全国各地を回り、2009年12月6日、チェコの首都プラハで日程を終えた。また、国際ツアーは、ポーランドとスロバキアでも行われた。 2010年11月5日、アルバムゆくやをリリースし、ポーランドでプラチナムを獲得した。2011年、彼女は MTV ヨーロッパミュージックアウォーズのベストヨーロッピアンアーティストにノミネートされた。エヴァ・ファルナ、ありがとうございます。